場の瞬間、選手たちの笑顔が飛び出しました。率直なお気持ち聞かせてください。そうですね、このようなコロナ禍の中、このような素晴らしい環境で、野球をやらせていただき、その上優勝までさせていただきまして、東京都高野連の関係者の皆様、また今日集まっていただいた観客の皆様、本当にありがとうございました。高校生同士の決戦となりました。関東第一高校との決勝戦は初めてということでしたが、そのあたりはいかがでしたか。はい、王者ですから、胸を借りるつもりでやらせてもらいました。たまたま流れがうちの方に来ていましたので、このような展開になりましたけども、もう紙一重だったと思います。今お言葉にありました流れ、本当に一つも渡さなかったですね。そうですね、秋山がよく頑張ってくれました。その秋山投手、この決勝の舞台で完投で本当に痺れました。内容いかがでしょうか。最終回に、まだまだ終わってないぞという話で、ここからは気持ちなんだっていう話をしたんですけど、気持ちじゃ絶対負けませんっていうことを言っていましたので、たくましいなと思いました。その秋山投手は同じ左ピッチャー市原監督にいろんなことを教わりたいと二松学舎大付属高校にやってきました。成長点どんなところに感じられますか。技術的な部分以上に、メンタルの部分だとか、人間的な部分だとか、そういったところがすごく成長した部分じゃないかなと思います。そしてチームとしての成長点どんなことが感じられますか。選手たちには言っていたのは、僕の想像の中にいる間は優勝できないよっていう話をしていたので、そういった意味では想像をはるかに超えてくれましたので、僕が想像している以上のチームになったと思います。そんな選手たちにどんな言葉をかけてあげたいですか。長い大会でしたので、よく集中力を切らずにね、頑張ってくれましたので、本当にご苦労様って伝えたいですね。さあ夏の甲子園3年ぶり、どんな試合を見せてくれますか。そうですね、今までは一つ勝つ、あとは東京都に恥じないなんていう話をしていたんですけども、これで4度目ですので、優勝目指して頑張ります。